まずは酒飲み極楽を夢見て担ぐよこらせえいえいやっとだよこらせえいえいやっとだよこらせお主を引っ越し奉行とすることにしたは江戸時代の引っ越しは藩士だけでなくその家族全員による大移動引っ越し奉行とはその総責任者である。藩を丸ごと引っ越すなんてどうすれば。お前は頭を使い俺はこの体を使う。女抜きで引っ越しができるとお思いですか。そんなに荷物を減らして人も減らして無理です。引きこもり侍一世一代の大挑戦。踏ん張れ。これは我らの戦にございます。一発逆転なるか超難関城ごと引っ越しプロジェクト。この行列通さぬくせ者どもを撃て。国の存亡をかけたこの引っ越しクリアできるのか。荷造りかかれ引っ越し大名。引っ越しはいつ